どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。ですね、とある商品の開発が進んでおりましてですね、意見が欲しいということで伊沢さんから。改めまして、はい、アップバンクストアにて商品いろいろ作っております。伊沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実はですね、はい、今いろんなところから募集をいただいてる商品がありまして、うん、私スーペン作ったじゃないですか。コスケスーペン、はい、スーペンを作ってるメタノジさんと一緒に、はい、コスケの意見を取り入れながら、はい、コスケスーペン作ってるんです、はい、ちょっとね、みんなね、スーペンをケースのヘリにガチャってはめて結構むき出しで使ってるんですよ、はいはい、なんかオフ会とかやると。あー、なるほどなるほど。すごい言われるんですよ、はい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 、なんかスーペン綺麗に入れれるケースが欲しいぞと、うん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 、いうのを実は今企画しております。どういうことで、いろいろその今それ、はい、スーペン作ってるメタモジさんと一緒にですね、はい、こうじゃないかじゃないかって話をしていて、はい、メタモジさんが考えるスーペンケースっていうのは実はもう出てます。あ、そうなんですか。そうですそうですそうです。ちょっと概要欄にこれも載せておきますけど、はい、ぜひぜひぜひ、出てるんですけど、はい、ちょっともうよりゲームとかそっちやりやすいように今作ってて、はいはい、ちょっといろいろと考えてるんですけど、はい、なんとなくの試作は作ったんですよ。あ、試作がもうできた。できてるんですよ。ちょっとそれ見てもらっていいですか。はい。こんな、この2つ作ったんですよ。で、正直これ実はまだまだなんです。あれ？これ？これ何見てもらって。すごいなんかあれなんですけど、これ、この革の質感というか、懐かしい。そう。懐かしい。よくお気づきで。僕が以前、村井さんが、赤のケース使ってたじゃないですか。このマックスムライケースあるじゃないですか。あれはここのこれがね、前僕が使ってたのってこのこういうね、ちょっとザラザラ、ちょっとザラザラじゃないんだけど、ね、そう、線が入ってるやつ、僕 iPhone5 時代使ってて、今 5S なんですけど、そこからももう裸で使ってて、いつですか。かなり前じゃん。1年ぐらい前ですか。1年ぐらい前使ってたんですよね。はい、はい、ずっとで、これが一番長かったんですよね、うん、のこれ6番ですね。これ6番。あ、中が、皆さん見てください。これカード入れれるようにしてるんですか、もしかして。そうですそうです。ここが多分カード入れ用のところ、うん、で、ここですね、おそらくペンを挟むようにしてるのは。そうですね、そこ一応今出してるんですよ。作ったんですけど、はい、ちょっと入れ心地とかまだ実は改善ポイントいっぱいあるから今直したいなと思って。スーペンあるか。あ、はい、こちらスーペンミニですね。ミニ、ね、のシルバーゴールドかな。じゃあこちらをちょっと入れてみます。どういう風なんだろう。こっちなのかな、うん、そうですね。それはもう今自由にできるようになってます。それでもいいし、はいはいはい、中でもできるようにちょっと分厚くしました。これが、あ、上から見るとですね、こんくらいの余裕があるので、うん、あ、なるほど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 、そう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 、普通のペンも結構いけちゃう。はい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 、なるほど。これがいいかどうかはちょっとまだ分かってないんですよ。こういうことですね。そういうことですね。こうしても多分余裕で閉じれます、うん、はい、多分こうちゃんと余裕持ってしっかり作られてますね。はい、なるほどなるほど。これいいですね。ちょっと今ネックだなと思ってるのが、うん、分厚いんですよ。分厚いですね。普通のケースがないな。あ、これもしかしてスタンド用ですか。そうです。みんな動画見ますよね。こうするやつや、これ。そうですね、こうするやつですよ。こっちだ。これはね、細かく後で言うと思ってスタンドで、あとやっぱりちょっとここ心配だなって声もあるんですよ。ここにカードとか入れるの、はい、ここに入れれるようになってます。え、ここ。あ、ほんとだ、すげえ。ここだったら結構ほぼ落ちづらいんで。結構ね、なんか1個の動画の中でいろいろ機能言っちゃうからあれなんですけど、すげえ頑張ってるっていう。これはあれですね、結構足し算した商品になってるんですね。そうですそうです。今までって例えば坂本ラジオさんと一緒にグラマスのやつで、はい、もうちょっとこういう機能入れようとかなって、これ完全にゼロになってます。はい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 、機能性高いと。だから制作期間も結構かかります。はい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 、はい、だからゆえにここの厚さとか、はい、ここの厚さとかも、あ、今もバランスを調整してるんですね。こだわって作れるというところで、はいはいはい、まあちょっとご意見をまず伺いましたっていう
黒持ってもらいましたけど、はい、実はその黒位置違うんですよ。ほらちょっと開いてみてください。ほんまじゃ。あのね、端末の位置をこれもね今考えてる。どっちがいいか、右と左。はい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 。これも変えれるのでゼロからって。位置ってわかります皆さん。 iPhone を入れる位置がこれは右開きになるか左開きになるかこだわってます。こだわってます。どっちがいいですか。両方出しちゃえばいいんじゃないですか。マジですか。大変なんですよ。まあじゃあ僕はこっちに、こっちに、こっち開きに慣れてるんで。ああ確かに確かに確かに、うん、普段それですもんね。こうやって左手でもいけるし、うん、まあ右、基本的に右手でプレイする人、多分右利きの人が多いのかなと思うので、うん、多いというかなんていうか、まあ、右手でプレイする。はいはいはい、はい、あそっか、これが右手のアクセスがしやすい、ね、はい、持つとき。あ、そっか。でもあの僕そのプレイするときは基本的にこうやって持って数遍使うことないという、うん、基本的に置いてやるんで、あまり、はい、なるほどなるほど、関係ないというか、関係ないか、そこ、はい、どっちに持とうがというか、基本的に右手で操作するか左手で操作するか、うん、どっちか。あんまり僕はこっち開きの方がやっぱりまあぐらいかな、はい、OK です、ありがとうございます。ちょっとですね、はい、これからご意見いろいろ伺いながら、はい、もうちょっと作り込んだサンプル次またお持ちしますので、はい、見てみてください、はいはい、ちょっと整理させてください、はい、この数ペンケースね、まずどんな機能があるかっていうと、数ペンが入れられます、はい、ちょっといろんな入れ方を今試しております、はい、で、ここにカードが入ります。でもう一個スタンドになります。大きく積みます。でさらにスタンドの後ろにちゃんとカードが入る。つまりカードが2枚入る。それでそうですね。あ、それだともうちょっと入るけど、あ、そうです。薄いまま維持するのにも2枚になるっていうケースですね。すごい。はい、足し算をした商品ですね。まあやっぱりいろいろ聞くので私も、オフ会とか、はい、どんなのがいいかこんなの作ってくださいみたいなのが今これに詰まってます、ね、はい。それでは皆さん、次回またサンプル作ってきますんで、はい、ここ来たいと。そう、これ僕買いますよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。それでは、皆さん、はい、ご期待ください。それでは、最後まで動画を見てくれてありがとう。まだチャンネル登録しとらん人はよかったらチャンネル登録してください。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。そいぎ。